はい、皆さんこんにちは、マーチです。44番が終わって45番に入る前に、今使っている標準バイエルピアノ教則本には8分音符の練習ってのがあるんですね。はい、こちらご覧ください。これです、これです。8分音符の練習ですね。なんかだんだん真っ黒くなってきたね、楽譜がね。はい、8分音符の練習です。8分音符ってのは1、2、3、4って数えるところに裏拍っていうのがあってね、分かりやすいのは1こう当たるところ、これが裏拍になります。これに、日本語だとね、トを入れて1と2と3と4とちょうどこう振り子がこうなっている1と2とみたいな感じで、と4とで、車をよく運転される方はあのワイパーなんか見てね、1と2となんて言って数えてみるといいかもしれませんよ。じーっと見てると事故のもとですからね、あの止まってる時にこうやって見るといいかもしれません。1と2とで早くすると1と2と3と4とってなるから、多分あれで結構楽しめると思いますよ。はい、その、1、2って数える中に裏拍を入れる感じでやっていく、やっていかないっていうのが8分音符の練習ですので、一番最初、最初4分音符で、次が8分音符、つまり1と2と3と4とというふうに当てはめることができて、1と3の後のとのところは弾かないで待っているってことですね。1と2と3と4とこういう感じのリズムになります。で、2番目が逆になります。それの1と2と3と4とね、そういう感じになります。で、1番目と2番目と音形が全く同じだったらいいんだけども、ちょっと変わってるんだよね、その辺に気をつけてやられるといいかもしれません。で、3番目、1往復ですね。で、4番目にこれ最後にドで終わるっていうのが入ってます。つまり4つのグループに分かれているものを全部繰り返してやっていくということになります。繰り返さないのは4番目だけということになりますが、はい、これを8分音符の練習と書いてあるのを全部つなげてやってみることにします。はい、ここからスタートです。いいですか。1、2と3と4と1と2と3と4と1と2と3と繰り返します。1と2と3と4と1と2と3と4、今度は逆、ドレミと3と4と1と2と3と4、これを繰り返します。はい、1往復です。繰り返します。で、4つ目のグループに移っていきます。これには繰り返しがないので、2、3と4と、こういう感じになります。はい、いかがでしたでしょうか。はい、これで終わらないです。少し早めにもうやりましょうということで、はい、じゃあどのくらいでやっていくか。別に、いじめるつもりは全くないですよ。このぐらいでやっていこうというところですね。つまり1と2と3と4と1、2、3、4です。はい、ちょっと挑戦してみましょうか。はい、準備、用意、1、2、3、うん。ついてこれた？ね、これも、まあ、YouTube の再生機能としてね、ゆっくり、やったりっていうのもあるんで、いろいろやってみるといいかもしれません。これだけではなくて、ゆっくりすぎるのもやってみるといいかもしれません。例えばこのぐらいの1と2と3と4と、ね、
これ全部やってると時間だけが過ぎていくので、ここではやりませんが、こういうバリエーションもやられてみるといいかもしれませんね。8分音符大好きになってください。8分音符よりも細かい16分音符が出てきた時に、ピアノというのはものすごく世界が広がります。その世界が広がった時に、ってならないためのアイテムが8分音符だと思って、8分音符をぜひ大好きになってみてくださいね。はい。だから、何か、ね、メッセージの後に音符を書こうと思ったら、今まで4分音符を書いてた方は、極力8分音符を書いてみるとかね、そういう風にしてみてください。それでは45番でお会いしましょう。さよなら。